お世話になっておりますマサルです今回はパーソナルファイアウォールについて一緒に勉強していきます今回学ぶ内容ですまずパーソナルファイアウォールとは何か概要をお話ししますその後にパーソナルファイアウォールの問題点についても勉強していきましょうそれでは始めますパーソナルファイアウォールはクライアントにインストールして利用するソフトウェア型のファイアウォールです 最近は多くの OS でパーソナルファイアウォールが標準搭載されています Windows の場合はマイクロソフトディフェンダーがパーソナルファイアウォールとして搭載されていますもしかしたらネットワーク上に物理的なファイアウォールが存在しているのになぜパーソナルファイアウォールが必要なのか疑問に感じる方がいるかもしれませんその理由は物理的なファイアウォールだけでは守りきることができないからです基本的にファイアウォールは 外部からの攻撃主にインターネットからの攻撃を防ぐために用意されています外部からの攻撃は一定防ぐことができるのですが内部ネットワークから発生した攻撃にはファイアウォールは対応することができません内部で発生した攻撃はパーソナルファイアウォールによって防御します具体的にはパーソナルファイアウォールでプロセス単位で通信制御をしたりステートフルインスペクションの機能を使って パケットの整合性をを確認して通信を制御することができますこれらの機能を使えば内部ネットワークの感染端末からのマルウェアの攻撃を防いだり自分の端末がマルウェアに感染してしまった場合も他の端末への通信を遮断して二次被害を防ぐことができます次にパーソナルファイアウボールの問題点についてお話ししますパーーソナルルファイアウォールは クライアントの端末にインストールされているためクライアントが機能を無効化してしまうことがあります何か業務で利用するアプリケーションをダウンロードする時にパーソナルファイアウォールが検知してしまいダウンロードできずにパーソナルファイアウォールを無効にするそのまま無効にしてしまいマルウェアに感染してしまうなどはよく聞く話ですさらにパーソナルファイアウォールの問題点としてセキュリティソフトとの相性の問題があります パーソナルファイアウォールとセキュリティソフトを併用してしまうとお互いが干渉してしまい正しく検知できなくなったり CPU の負荷が異常に高くなってしまうことがあるので注意が必要ですそれでは今回はパーソナルファイアウォールについて一緒に勉強しました最後に少しだけお知らせです情報処理安全確保支援書をテーマにした本動画シリーズが書籍になります発売日は2023年9月26日全国書店にて発売します 通信販売、売電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください書籍化できたのはこの動画を見てくださっている皆さんのおかげです本当にありがとうございますこれからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので応援よろしくお願いいたしますそれではおまけトークです今回の動画はパーソナルファイアウォールについて勉強しました一般的にパーソナルファイアウォールはデフォルトでピングの要求を破棄するように設定されています サーバーと違ってクライアントに Ping で疎通確認することは少ないのでこのような仕組みになっていますただクライアントに対しても疎通確認したい時がありますよねそんな時はパーソナルファイアウォールの設定で Ping の要求を受信できる設定にしておきましょうクライアント端末が WindowsOS の場合は WindowsDefender の設定画面で ICMP エコー要求の受信を有効化しますすると Ping の要求に対してクライアント PC が応答するようになります このようにパーソナルファイアウォールを設定してみて色々試してみると理解が深まると思いますので皆さんも一度試してみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。